ルリアも無事だったか。しかしここは一体シードフォルム城だよな。一体何が起こったんだ。どうやら団長君とルリアちゃんのおかげで戻ってこられたようですね。さすが団長。たくかなわねえな。毎度おいしいところは持ってっちまうんだからよ。ありがとう団長さん。ビワ、おいら信じてたぜ。お前なら絶対にやってくれるってな。これで一件落着ですね。ああみんなごめんなさい。ずっと体が動かなくって、でも意識ははっきりしていて、怖いことをしているって分かっているのに何もできなくて、夢かどうかも分からなくなって。ルリア、みんな助けようとしてくれてたのに、私みんなに、カタリナに、あなたに、あんなひどいことを。ううん、ごめんなさい、ごめんなさい。ルリア、おかえり。もう怖くないよ。カタリナ。みんな、ただいま。大幅に消耗した分はあなたに補填してもらいます。また繰り返すと。なるほど、あなたたちは得意点を気取ったつもりかもしれませんが、動き出した運命は止まらない。いかなる困難も乗り越えてみせましょう。私は研究成果を星の世界へ持ち帰り、必ずイスタルシアへ至る。やめるんだ。星の世界へのゲートを開けばこの空が壊れてしまう。かつて禁忌とされたその理由を忘れたのですか。逆に問いましょう、あなたはなぜこの空にこだわるのです。真なる世界を実現すれば、不完全さゆえに悩み苦しむことからも解き放たれるのですよ。リリス、あなたには見えないのでしょうね。彼らが紡いだ絆、思い、希望、目に見えなくとも僕たちにとってはかけがえのない大切な。ベリアの兄ちゃん、アストライド、ここに至ってなお同調する気がないことはよく理解できました。あなたも同罪です。種々雑多の愚か者たちと同様に。始めましょう、大いなる犠牲と悲哀を超え我が救済の執行を。
バヨイの塔、あまたの聖書をくべ、星の世界への架け橋となる祭壇。救済の時は間もなく。空は砕かれど、やがて星を迎え、真の理想郷へと至るのです。ここは祭壇のようね。戻ってきたのか。こっちだ、走れ。急に現れた。一体何が。急ぐぞ。スキ、長谷と合流しろ。第二外区はどうだ。それがまだ動ける。向こうだ。なんだか街が大変なことになってます。ローランさんのことはやっぱりザスバにも伝えるべきよね。